国チャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。富士五湖から富士山を眺める制覇しました案内人の M です。ということで、はい、改めまして福にチャージ YouTube チャンネル案内人の休日、山梨旅行編 Day 3です。3日目、今日はあと帰るんですけれども、昨日1日ですね、動画でもお届けしたかと思います。なんか山梨の中、山梨県内をですね、うろちょろしまして、あっちで富士山を見て、こっちで富士山を見て、あちらに行っては富士山を見てとやらさせていただきました。3日目の今日はですね、この後もちょっとだけ富士山の取り逃すと言いますか、回収したいところありますので、そちらに向かって行って、その後ですね、ちょっと午前中午後1ぐらいまで山梨にいて、あとは福島に帰るという、そんなルートで行きたいと思います。で、はい、でこちらがですね、昨日の状況というか、まあ今朝の状態と言いますか、福島市を出まして、トータル550キロ走行しました。平均燃費がリッター 15.6 キロとなっております。ちょっとですね、昨日1日は本当山梨県内を短い区間をうろうろとしただけだったので、走行距離的にはそんなではありません。今日はですね、また帰んなきゃいけないので400キロぐらい走るんですけれども、このプロパイロットに任せて走っていきたいと思います。ではデイ3走り始めます。はい、皆様ぜひですね、お手元の千円札とこちらの景色見比べていただきたいなと思います。どうでしょう、一緒でしょうか。はい、こちらがみんなが知ってる富士山の景色でございます。意外とですね、この本栖湖周りっていうのは富士五湖の中ではなんか外れの方みたいなイメージがあるんですけれど、実はこういうところでですね、千円札の写真撮られているんですね。朝一もここ来て、その時は富士山の上半分がなかったんですけれど、はい、朝ごはん食べてきたらしっかりですね、見えるようになっておりました。ありがとうございます。はい、ですね、今日ちょっと無理かなって思ってたんですけど、行けることになりました。こちらご覧ください。4号目下駐車場まで営業中って書いてあります。これなんだかわかるでしょうか。はい、富士スバルラインですね。富士スバルライン行きたいなーって思ってたんですよ。で、この時期ですね、どうしても雪の影響とかで、そもそも通行止めですよとか、あと1号目までしか行けませんよとか、そういうことが多いんですよね。で、実際昨日も1号目までしか行けなかったんですよ。いや、1号目までだったら行ってもしょうがないかな、どうしようかなと思ってたら、最終日の今日になって4号目まで空きましたので行きたいと思います。このセレナ、本日乗っておりますセレナの E パワー最上位モデルのルキシオンで、富士スバルライン4号目まで行って帰っていきたいと思います。ほら見てください、正面に見える、そして富士山メロディーポイント、メロディーロードっていうのか、ロードノイズがわざと音階になるように調整されて、今の曲なんだろうちょっとわかんないんですけど、調べてテロップに入れときます。はい、音楽が聞こえるようになっております。50キロちょうどで走るとちょうどいいように設定されておりました。いや、正面に富士山が見えるのもでも今のうちなんですよね。ここからあと20キロぐらいずっと登っていくんですけれど、この今回の、ね、旅行の工程の中で一応セレナの走行モードずっとエコモードで来てたんですけれど、こっから長い上り坂になるだろうなっていうのにも備えてですね、ちょっと走行モードは、はい、こちらスポーツモードにしちゃおうかな。で、あと E ペダルは、はい、E ペダル有効で
走っていきます峠道とか、あと帰りは長い下り坂になりますので、そういうシーンは E ペダル有効で走っていただいた方が絶対に快適ですよね。はい、では引き続き登ってまいります。お、入り口が見えている。5合目までしか営業してない時って料金って変わったりするのかな。本来は5合目まで行けるんですけれど、で5合目が一番上のところがですね、なんかあの展望台みたいになってるのは知っているんですが、うーん、どうなんだろうな。はい、富士スバルラインでございます。はい、ということで4合目まで行きたいと思います。楽しみ。4合目までだって結構登ると思いますよ。なんか急な坂道なんじゃないかなって期待をしてるんですよね。スカイラインは私たちいつも言ってますけれど、今日登っているのは富士山ですからね。バンダイアズマスカイラインのてっぺんにあるのはアズマ小富士ですが、今日見えておりますのは本物の富士山というか、いや、アズマ小富士と比べると本当に規模えらい違うな。スカイラインの一番上の浄土平の駐車場から見上げたとき、うおー、富士山っぽい形してるって思うんですけど、あの20分ぐらいで登れますからね。これどのくらいサイズ違うんだろう。はい、早速ですね、結構エンジンうなってますね。どうしても急な上り坂、そしてずっと上り坂が続く区間というのは、バッテリーの充電だけではどうしても走りきれない。そして、この走る時に使う電力そのもの、結構瞬間的なパワー使いますので、それを補うためにエンジンを高回転で回してあげて、それで登っていくという感覚になります。ちなみにですね、エネルギーモニター見ていただくと、半分切ってるような状態ですね。で、エンジンから伸びているオレンジ色のラインが太いものになってるのがわかるかなと思います。だいぶですね、この、なんて言うんでしょう、高回転でずっと回していくというのが、この区間となっております。1合目下駐車場、ここで1291メートル。標高ですね。いやー、昨日来てたらここで折り返しですよ。さすがにそれは悲しい。でも今日4合目まで行きますから。ここで 1200m。4合目何メーターになるんだろうな。ちなみにバンダーズスカイライン走っていただきますと、一番標高高いところで、1600何メーターかっていうところになるので、今日はそれよりも高いところまで行けるんじゃないかなっていうのもちょっと期待しています。ここで1合目なんだ、1405メーター。さっきの駐車場は1合目下駐車場なんですよね。ということは今回4合目下駐車場だから4合目までは行けないのか。なるほど。ちなみに意外と長らかな道は続くんですね。もっと急登ばっかりあるのかなって思ってたんですけれど、この辺バンダースマスカイラインというよりはその手前土湯峠走ってますくらいの感覚の道路のなだらかさといいますか、まあ、その分距離を長い距離を使って登っていくということなんでしょうけれど、まあ、エンジン時たまかなり高回転で回るんですけれど、まあ、ちょっと急になると高回転で、またなだらかなシーンでは回ってはいるけれどもエンジン音は気にならないくらい の細く回しているという感じで、進んでおります。はい、また喋ってるとまたですね、急めの坂道が来たりしてエンジンがしっかり回ってるのが分かりますね。お、2合目が来ました。はい、2合目1596メートルです。2合目で1500メーターか、すごいな。もう多分3合目に着く頃には、バンダイアズマスカイラインの最高標高地点は超えているんじゃないかなっていう感じですね。なんなら私自分で運転しての一番標高高いところが今までスカイラインだったんじゃないかな。どうかな、長野とかも行ってるからちょっとわかんないな。でも間違いなく今日は人生で一番高いところを運転するというような経験になるんじゃないかなと思います。樹海台駐車場 1600m。 おお、ちょっとここも寄ってみましょうか、寄ってみましょうか、回避しましょうか。今だな、はい、ちょっと寄らせていただきます。おお、すごい、こりゃいいね。
瞬樹海台駐車場を寄ったんですけれどですね、外気温2度、マイナス2度ですね、マイナス2度、標高が高くなるにつれて当然気温下がっていきますので、ここから4合目下駐車場で何度ぐらいになるかなっていうのがちょっと楽しみなポイントではあります。あと今日車通り少ないのかな、土平日は土平日なんですけれど、スバルラインって車結構混んでんのかなと思ってたんですが、なんかそんなこともないような、まあ5合目まで行けないからそもそも観光客あんまりいらっしゃらないとかもあるのかもしれませんけれど、どうなんでしょうか。おかげで私たちはスイスイで走ることができております。昨日走ったのが箱根スカイラインだったかな、名前富士山も富士スバルラインの他に富士山スカイラインかなが、静岡県側にあったような。今日はそちらは行きませんけれども、はい、3合目1786メートル、はい、もう1700メーター、はい、バンダースのスカイラインもずっと高い位置まで登ってきております。しかし結構、いや当然ちゃ当然なんですよね、標高も高いですし気温もマイナス2度差してますので、でも雪残ってんですよね。どうなんだろう、最近雪降ったのいつなのか知らなかったんですけれど、でもそう言ってもやっぱり富士山も普段と比べると雪少ないんですかね。登ってまいりまして、もうすぐ駐車場の雰囲気ですね。富士4号目下駐車場、こちらでしょうか。ここじゃない、大沢駐車場か。ここ2020メーター、もう 2000m 超えてますよ。へー、大沢駐車場展望台、はい、到着でございます。はい、4合目付近、標高 2000m を超えております。到着です。はい、到着です。もう今日の段階なので、スバルラインに入る手前から燃費の計測はしてましたが、一応ドライブ情報を見ましょう。はい、本日はもう50キロ走ってる、53キロ走行しまして、平均燃費はリッター 13.7 キロです。はい、ではちょっと見に行きましょうね。行きましょう。はい、ということで到着しました、富士スバルライン大沢駐車場です。標高 2020m です。すごい、ここからですね眺めが、はい、何山か詳しくは存じませんけれど、多分南アルプス、はい、目の前に広がっております。はい、視線を変えると、あっちが富士山の山頂の方ですね。はい、ちなみに外気温度計が指していたのがマイナス4度なので、息はバリバリ白くなります。はい、ではちょっと見ました。寒かったのですぐ逃げ帰ってきたんですけれど、ここからは、はい、下ってまいります。富士スバルラインを下って、そして今日行きたいなと思ってるのが忍野八海ですね。どんなところなのかは実際行ってみてですね、ちょっとお話ししたいなと思います。で、ここからではひたすらですね、まずは下っていきます。それなりに長い下り坂、そしてそれなりに急な坂道ではあったので、その中でいつもやってるですね、 e パワーの充電が満充電になってしまった後の挙動みたいなところをですね見ていこうと思います。今ですね、バッテリーほとんど、4分の1ぐらいまで減っておりますので、ここからしばらくは回線ブレーキで充電を行っていく、そして満充電になっていくところから先は、このセレナは回線協調ブレーキということで、油圧のブレーキと回線ブレーキを併用して協調させて動きます。満充電になった先からは、ほぼ油圧ブレーキだけの制御になるんですけれど、そこでですね減速力が弱く感じるとか、あと違和感につながるとか、そういったことのないのかどうかみたいなところをですね、見ていければいいかなと思っております。じゃあまずは満充電まで待ちましょう。はい、じゃあ満充電になるまで待ちましょうって言ったところからですね、割と一瞬で満充電になりました。思っ
ってた以上に、登ってる時そんなに感じなかったんですけど、思ってた以上に傾斜やっぱ急なんですよね。で、このセレナ特に車両重量が重い車になります。で、今日荷物も結構積んでるし、人も3人乗ってるしみたいなところもあるので、多分その減速力を回生でこうスピードを落としていくという点で、かなり発電量大きいタイミングだったのかなとも思います。おー、エンジンもちょっと回しながら行っているのかな。E ペダル今オフのまんまで来ちゃってた。失礼しました。E ペダル有効にしないとダメなんですよ。あ、オッケー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 。失礼しました。このですね、セレナの回生強調ブレーキって、E ペダル切ってる時は、油圧ブレーキを強調して使ってくれないんですよ。で、逆に E ペダルオンにすると強調ブレーキになるので、はい。そしたら、モータリング止まりました。モータリング完全に止まって、今、ほぼ油圧で動いてる状態になってるかなと思います。今日ちょっとこのセレナですね、私設定変えてなくて、電源オンオフするたんびに E ペダルオフに自動で戻っちゃうんですよね。それ忘れてずーっとオフのまんま走ってきちゃってました。でもスポーツモードで走っている分には E ペダルオフにしてても、この、スバルラインの下り坂ですね、そんなスピードがパーッと出ちゃうなんていうシーンはなかったですね、ここまでは。もっと急なところとか、あと急なコーナー、こういうところでぐーっとスピード落とさなきゃいけないみたいな時には、おそらくフットブレーキ併用必要だったんですけれど、で、今ですね、強調ブレーキになったので、油圧ブレーキをしっかり使ってくれていると思われます。思われますというのは、自分で普段使っている E ペダルの回生ブレーキによる減速と、何ら違いがない、違和感なく、この油圧ブレーキを使っていってくれてるので、はい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 。ここからはですね、なんか、でも回生ブレーキも使ってくれてる。まあ少し加速をした時に減った分をまた補ってくれてるんでしょうか。でもなんかこう感覚的にちょっと不思議な気分になりますよね。E ペダルオフの状態だとモータリングが発生するんですよ。で、油圧ブレーキ使ってくれないんです。でも E ペダルオンにすると、モータリング起きないし、満充電になったら自然と自動的に、油圧ブレーキを使ってくれる。ほー、なるほどね。いずれにしてもですね、E ペダルオンにしていただくことで、モータリングなく、この長い下り坂ですね、快適に走行することできております。はい、だいぶ下ってまいりました。この下り坂に関する解説はですね、BGM が鳴り止んだら、いろいろ話したいと思います。ちょっと、まずはですね、ここから次行きたいのが、推しの8階ですね。ちょっと推しの8階へのルートだけ検索しましょう。はい。コマンドを音声入力するか選択してください。推しの8階。なんでしょう。なんで私が喋り出そうとするとこうなってしまうんでしょうか。誰かをぜひ教えていただければと思うんですが、はい、じゃあとりあえずですね、富士スバルラインを出ましたら推しの8階へ向かっていきたいと思います。はい、まっすぐ推しの8階行くつもりだったんですけれど、時間がいい感じになりそうだったので、先にですねこちらのほうとう屋さんでほうとういただいてまいりました。食べたのが、ほうとうくらふなりというところで、写真も今出てるかもしれません。お店からですね、武田信玄の甲冑と、そして富士山が見える、ちょっと最高の景色のですね、しかも最高の景色の席に通していただきました。ありがとうございます。では、お腹も満たされたので、今度こそ、推しの8階に行こうと思います。ちょっと今日ですね、ルート的に、なんか、いろいろこう、変更を加えながら、最初に行くつもりだった推しの8階ですけれど、後に倒れております。では、行きましょう。はい、推しの8階見てきたんですけれど、想像の5倍ぐらい人がたくさんいらっしゃいまして、逃げ帰ってきました。でも、
この3日間ですね、富士山はしっかり堪能できたので、ここからはあとは帰路に着きたいと思います。今私がおりますのは山梨県忍野村ですね。ここからまた高速道路に乗って、福島県の方まで帰っていきたいと思います。一応ですね、ドライブ情報ここまで、はい、今日の帰る前までですね、福島市を出まして 636.1km 走行しまして、平均燃費リッター 15.9km となっております。ちなみにドライブ情報に本日のみの、状況が 85.4km 走行して、平均燃費をリッター 18.3km。 やっぱ高速道路乗らないだけで結構燃費が伸びてんのかなという感じもいたします。でここからまた乗って帰りますっていうのと、ここは標高高いんですけれど、また関東平野から福島県に向かってはどん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 上りの区間になるので、燃費伸びにくいのかなとも思ったりします。さすがに3日間か遊んで遊び通してきましたので結構疲れておりますが、でも大丈夫です。このセレナプロパイロット 2.0 をついておりますので、帰りも悠々帰れるんじゃないかなと思います。それではスタートします。